皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのどしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は元の英文とほぼ同じ意味になるように空所に単語を入れましょう、こういう問題です。1番、 I want some food。私は食べ物が欲しいという意味の英文ですね。これを I want something で空欄が2つ、この空欄に単語を埋めて I want some food、 ほぼ同じ意味、こういう文を作ります。2番、 My father bought a new pen for me。 お父さんは新しいペンを私に買ってくれました。これをMy father で空欄2つ、 A new pen、 新しいペンというのが一番後ろに来ていますよね。これで上の文章とほぼ同じ意味になるように空所2つ埋めていきます。3番、 Let's go shopping。 Let's go shopping、 買い物に行こう、こういう文章ですね。これを空欄2つ、 Go shopping でクエスチョンマーク、この空欄2つ単語を入れて Let's go shopping と同じ意味になる英文を作るということです。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番、 I want some food。 食べ物が欲しい、これが I want something to eat。I want something to eat、 something の後ろに to eat で、これで食べ物という意味になりますね。 something to drink だったら飲み物、 something to 動詞原形の形で何々するものという意味を作りました。今 My father bought a new pen for me、ね、My father bought a new pen for me、ね、お父さんが新しいペンを私に買ってくれた、これは新しいペン、ものが後ろに来るときにはMy father bought me a new pen. My father bought me a new pen. こうなります。その時、前置詞はなくなりますね。3番、Let's go shopping. Let's go shopping. これが、Shall we go shopping? Shall we go shopping? Let's, shall we? どちらも何々しましょうという意味の文章でした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。